鉄門関コルラ氏シは、中華人民共和国新疆ウイグル自治区バインゴリン、モンゴル自治州に位置する研究史。同地区の主婦の所在地。古来シルクロードのオアシスト市として栄えたが、近年はタリム油田の開発基地として発展している。人口のうち漢族が約70%を占める。市名はウイグル語で眺めを意味する。 コルラ港梨という梨を生産するので、梨城の名もある。タリム盆地の東北沿辺に位置し、南はタクラマカン砂漠である。一きなよ、クジャクガが流れる。市外古代西域三十六国の一である距離国で、元代には西域都歩府に属した。北儀には流路城と呼ばれ、その後突欠の支配下に入ったが、六百四十八年に東に占領され、 延期と特府の属地となった。その後しばしばト番バンに占領され、840年、ウィックルが生鮮してこの地に定住した。さらに聖領、チャガ大半国、ジュンガル王国などに属し、1758年に、真の新教となった。1939年に、コルラ県が成立し、新中国成立後、1960年に、 バインゴリン・モンゴル自治州政府の所在地となった。1979年にコルラ市が設置され、1984年にコルラ市、コルラ県が合併した。七街道、三陣、九峡を管轄。タリム盆地は全中国の四大天然ガス電、六大油田に数えられるタリム油田を有する。コルラはこれら天然資源開発基地であり、また、 石油天然ガス関連の産業が勃興している。新疆のサウジアラビアを目指して開発が猛スピードで進んでおり、南津鉄道開通以後は、その開発に拍車がかかっている。1999年の南津鉄道のカシュガル延伸とともに、折からの西部大開発により、近代都市として発展する一方、漢民族の大量流入が問題となっている。 ありがとうございます。